皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドキマジョプラスの実況プレイをしていきたいと思います。今回は観葉植物と、ある逆パンダをやりたいと思います。観葉植物は少し元気が出たようだ。ああ、ここはもうやったのか。で、今回はちょっとここですね。ここを調べると、あれ？なんでこんなところに？逆パンダを捕まえられます。ここに住んでいたのか。で、次は、時間が来るまでいろんなところを調べてみたいと思います。これは何ですかね？中に水が入ってるし、水亀じゃないか？亀？その亀じゃねえよ。生きてない方の亀だよ。そっちの亀でしたか。しかし亀は死ぬとこうなるのですか。初めて知ったのですよ。バカですね。この棺桶の中って何が入ってるのか。アンティークドールが入ってるらしい。あるらしいってなんだよ。どうしても蓋が開かなかったね。きっと騙されてある。中は空っぽに決まってるよ。ちゃんと確認してから買い付けろよ。そういうわけでお兄さん、お買い上げあるか？買うか？どんなわけだよ。アンティークドールが入っているらしい棺桶が置いてある。ここはまだですかね。大きな仮面、これはマッホマンだったやつですかね。お兄さんのためにまた入荷しておいてある。好きなだけ買っていくといいね。俺のためにありがとうな。俺いっぱい買うよ。なんていうわけないだろう。そうですね。なんかどっかないですかね。ここら辺とか、いろいろ調べていきたいところですね。あと、いろんなところに逆パンダがいる可能性がありますからね。こういう隙間とか、こういうところもよく見ないと。結局、一回やったことあったんですけどね。結局、最後の一体手に見つからないで、終わりましたからね。あと一体の居場所さえ分かればですね。その居場所が分からないんですよね、いまだに。どこかにいるには間違いないんですけどね。あとは案外のいろんなところにいる、分かりやすいところにいたんですけどね。なかなかいませんね。同じところに2回っていうことも、それは逆パンダとかですけどね。床に髪の毛が群がっている。床はきれいにされている。なかなか見つからないですね。いつかいつか見つけていきたいと思います。とりあえず今回はこの辺で、ドキマジョプラスの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。